ニューイヤー駅伝の出場権をかけた東日本実業団対抗駅伝に出場する南陽市のチームの総公会が開かれました。ND ソフトアスリートクラブは東北で唯一の実業団駅伝チームです。南陽市の本社で開かれた総公会には選手や監督ら15人が出席しました。 パラリンピック・パリオリンピック男子マラソンのケニア代表アレクサンダー・ムティソ選手や東根市出身のエース竹内涼馬選手らを擁する総部9年目の今年は2大会連続でのニューイヤー駅伝の出場権獲得を目指します大会は来月3日に埼玉で開かれ上位10チームにニューイヤー駅伝の出場資格が与えられます